部の地区大会だ。キヨシとクソメガネは荷物の管理を、他の3人は雑用に回れ。はい。ひょー、よその制服って新鮮味があっていいね。クラウチングスタート用のスターターになれたらどんなに素敵だろう。メス豚どもめ、引き締まった体が早くも質ままがいのユニフォームに。誰が喋っているんだ。まずは今日の計画を確認するでござる。12時の鐘と同時に清志殿はカバンと小生特製のウィッグを持ってトイレへ行くでござる。ああ、すいません、これ預かってもらえますか。合点承知の助でござる。貴重品だけは自分で管理してくださいね。はい、お願いします。あの格好なんだろう。ござるの人立ってなかった。おっと、確認の続きでござる。スピーカーを忘れぬように。そんなところに入れてたのかよ。トイレに入ったらスピーカーを設置して裏窓から出て排水口へ、そして排水口の中を移動、ゴミ捨て場まで行きウィッグを身につける。さらに隠しておいた制服に着替えたら正門から堂々と出る。あとは相撲観戦とフィギュアを購入、2時過ぎの電車に乗って帰ってくればパーフェクトでござる。いよいよだな。お弁当作ってるの？お、まゆみ、相撲観戦しながら一緒に食べようと思って。作りすぎじゃない？男の子だからこれぐらい食べるでしょ。お、待って、清志くんと一緒に行くの？何言ってんの？前に話したじゃない。いやいや、それって男子が捕まる前でしょ。外出許可取れたんだって。でも男子とデートなんて。そんな大げさなものじゃないよ。プリプリのおケツを見ながら食らう弁当もおつでござる。だな。ここまで3週間、長いようで短かったでござるな。ああ、お前が仲間になってくれるとは思いもしなかったよ。あくまでフィギュアのためでござる。わかってるって。時間だ。全ては騎兵に託された。いざ出陣でござる。行ってくる。このキューティクルどこかで見た気が。クソメガネか。クソ、ボタンが逆だからやりにくいな。ふっ、やばい、隠れるところなんてないぞ。さっさと着替えを済ませて正門に向かうしかない。あれ、入らない。クソ、早くしないと。これじゃ反対側に逃げても背中が丸見えで絶対声をかけられちまう。うちの生徒か。あっぶねえ。なんか緊張してきたな。だって初めてだもんな。学生相撲、一人じゃ不安で見に行けなかったから、本当は清志くんには感謝だ。男の子と相撲を見に行くのも初めてだな。それってデートでしょう。じゃないよね、相撲観戦だよね。真由美が変なこと言うから。清志くんもう学校出たかな。千代ちゃん、もうすぐ君の待つ両国へ。この中を突っ切っていくのか。もし見つかったら学徒を抜いてぶっちぎりで学園一の変態になっちまう。いや、
ビビるな。俺はいける。俺は女だ。この学園一のいい女。いけるぞ。あと5メートル。あと1メートル。ちょっと待ちなさい。あなた、その格好は何ですの？カバンを背負うのはおやめなさい。はしたないですよ。カバン？俺の正体に気づいてないのか？ごめんなさい。背中が破れているのを隠していたのね。恥ずかしい思いをさせました。お行きなさい。やった。やったぞ！成功だ！千代ちゃん、待っててくれ！すぐ行くよ！おい、クソメガネ。しっかり荷物番をしているか？はい、それはもうジェントルコン。キヨシの姿が見えんが。キヨシ殿はトイレに行っているでござる。まだ字が良くならないようで、まったく仕方のないやつでござる。貴様。はい。これはどういうことだ。うわぁ、申し訳ないでござる。ジェントルとしてなんたら失態。ケツの穴だけではなく社会の窓まで緩いのか、貴様は。ござるの人、股間に棒突っ込まれてるよ。文句漏らしたってマジキモい。いやいや、千代ちゃん、ごめん、ちょっと遅れちゃった。私も今来たとこ。それより汗すごいね。ああ、駅から走ってきたから。はい。いいの？いいよ、キヨシ君用に持ってきたやつだから。ごっつぁんです。うわー、いい匂い。早く行こう、もう始まってるよ。相撲デート最高。この中に未来の横綱がいるかもしれないんだね。ワクワクするな。そうだね、なんかすごいよね。正直興味ねえ。だがしかし、相撲観戦をする千代ちゃんを観戦するのは最高だ。そうだ、キヨシ君お昼食べた？え、昼？弁当食べてきたけど。私、お弁当作ってきたんだけど。食べてない、お腹ペコペコ。よかった、遠慮せずに食べてね。え、おにぎりのみ？うわぁ、美味しそう。お茶もあるよ。いや、千代ちゃんが握ってくれたおにぎりだ。梅でも鮭でも昆布でもいくらでも食えそうな気がするぞ。いただきます。うん、うん、おにぎりはシンプルに塩だけでもうまいよね。よかった、全部塩結びにして。え、炭水化物オンリー。キヨシはまだトイレか？あ、そうでござる。いくら地とはいえ持ち場を離れすぎだ。まったく、小生もさっきさように注意したのでござるが、副会長殿のご意見はしかとお伝え。いらん、私が自分で注意してくる。え、キヨシ、トイレは最低限の回数に抑えろ。返事をしろ。返事をしないとはどういう了見だ。クソで返事をしよって。キヨシ殿はうんこをするのにも時間がかかるんでござるよ。うるさい、持ち場を離れるな。なんとかうまくいったでござる。小生のクソ漏らし無駄ではなかったでござる。ござるの人殴られて笑ってるよ。最悪にキモいよね。みんな強そうだな。キヨシ君、ちょっと待って、それ写真撮らせて。ほっぺと鼻の頭にご飯粒が。リアルで初めて見た、かわいい。一緒に写真撮らせて。近い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 よ。うわぁ、まるで恋人同士みたいだ。幸せってこれのことか。
ごめん、千代ちゃん。俺ちょっとトイレに。うん、行ってらっしゃい。あっ、あちゃん、携帯とか入ってたら大変だぞ。一緒に撮った写真、出所したらメールしてほしいな。あんだけ顔が近づいたんだから、帰りには手ぐらいつなげるかもしれないぞ。どうして。いやあ、トイレにも学生力士がいたよ。近くで見るとやっぱ大きいね。ん？悪い。え？気持ち悪い。気持ち悪いってトイレに行ったのかな。気持ち悪い、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 気持ち悪い。あと1時間、清殿はちゃんとフィギュアを買ってくれたでござろうな。荷物係、楽そうでいいよね。慎吾殿が雑用係の方を選んだんでござろう。てかさ、さっきから清が全然いねえじゃねえか。清殿はトイレでござるよ。字が悪化しているようでござった。サボってるだけじゃねえのか。ちょっと言ってくれ。曜日中に声をかけるのは失礼でござるよ、慎吾殿。何をしている貴様ら。清のやつがサボってるんすよ。だから曜日中でござると。おい清、今すぐ出てこい。貴様昼前から顔を見てないぞ。出てこないならこっちから行くぞ。男子たちの出所ももう来週だな。どうでしょう、不条で愚劣な男子どものこと。プリズンを出たらまた何かやらかすに決まっています。そういうな、厳しい裏生徒会の指導に耐えたのだ。彼らも十分反省したはずだ。失礼、メールは。二度は言わんぞ、清。今すぐ出てこい。貴様、こんな時に正気をいじるんじゃない。かゆいんでござる。ケツも正気。何ということでござる。最後の最後でうんこうんがならないでござる。返事もなしか。ならば。こうするまでだ。